報浅野拓磨、まさかのスペイン一部マジョルカ移籍正式発表きたう。浅野シュツットガルトじゃなかったのかよ。ボーフムからマジョルカステップアップなのかわからんのくさ。ハンジフリック追ってリーガ行きはくさう。マジョルカーいいレ辞任したのに。浅野リーガ合わなそうだから意外だわ。結局ボーフムと同じ降格争い巻き込まれるクラブだが、それでよかったんだろうか。ブンデスよりリーガのが注目度高いから良いだろう。移籍金令とはいえクソ雑魚マヨルカとはいえ、よく拾ってもらえたもんだ。まあ下位クラブから見たらお得ではあるわな。手堅く補強。ボーフムに行った時も移籍金令円でブンデス経験数年あるから手堅い補強だなんて言われてたう。下手にテクニックに頼らないプレイスタイルな分、案外活躍する予感。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。